と皆さんこんばんは、ボルテージ・ロイヤルです。いつもね、このブルース・ハンビーダウンを最後にちょっとうるさくね、やるんですけど、今日はしっとりと、アコースティックバージョンで始めてみました。そしたら、今日この日のためにっていう変ですけど、新曲でヴィンテージ・トラブルで2枚目のアルバムから、Another Man's World という、これちょっとしっとりとしたラブソングです。どうして、俺の言葉よりも誰か他の男の言葉を信じるんだ、まあ、そんな感じです。いきます。 Another Man's World。
今のはね、ちょっと悲しいというか、なんで俺のことを信じてくれないんだという曲なんですけど、次はちょっと、もう一曲、まあ、君の、なんていうかな、愛で俺の、沈んでた気持ちは、持ち上げられた、まあ、そんな風に、君がいるから、こうやって元気になれたという、そんな感じの曲です。グレイスクリー。丹波市の方から
南は神戸から、ね、はるばるこのサンバまで来ていただいてありがとうございます。僕らのボルテージトルボルというバンドは、これで2年ぐらいやってるんですけど、その時その始めた年の12月に、こちらのキーラーボで、ゴッタニライブという、ね、イベントがありまして、まあ今日も来てもらってる磯野さんとか、まあ、この辺の音楽仲間と一緒にさせてもらって、まあ、それがとても楽しかったんで、一度このサンバのキーラーボでライブをしたいなと。で後ろに座ってるちょっと、ね、見にくいですけどドラムの常地君は、このサンバの駅前というかこの近くで働いてますよね。ホームということで、ね、今日は、会社の人が20人ぐらい来たらどうしようかなと思ってたんですけど代表して、ね、来ていただいてます。ありがとうございます。あれ今日ピンクのベースじゃない、これね、今日このライブをするためにすごく気合が入ってるんですよ。まず見ていただくと、僕が話す今使ってるマイクで、これヴィンテージトラブルっていうバンドが使ってるんですけど、実際1950年もんのなんか手話みたいです。それは、ね、手話なんですよ。手話なんですけど中のカートリッジはちょっと日本製のものを入れてるというね。それとこのマイクのシールドをこれなかなか見つからなかったんですけど、取り寄せてもらいました。このなんか、なんていうのか、ね、シャワーホースみたいなやつです。これもヴィンテージラボが使ってるんですけどね。で、常地君のドラムもね、密かにヴィンテージラボ仕様に今日は変えてて、まあ、ちょっと見にくいですけどね、後でまた見てあげてください。いつもとちょっとセットの位置を変えて、もうなりきりヴィンテージトラブルみたいな感じですね。帽子といい、ちょっと気合い入り、キーラーをさせてもらってます。もういいかな。さあ、そうですね。ここからちょっと、まあ、普通通りのというか、にぎやかな、ヴィンテージトラブルをやりたいと思います。ここまでちょっと食べたり飲んだりしても、もらいたかったんですけど、ぜひね、ジュリちゃん注文取ってもらって、どんどん進んでいきましょう。待ってました。待ってました。ちょっとね、体を動かしたいなと思う人はこの曲ぐらいから一緒に乗ってください。前から注文取っていきます。食べもらってね、結構ですよ。ずっとサンバに10年間ぐらい勤めてて、キーラゴもね、その頃はよくさせてもらってたんですけど、ちょっとこの2年ぐらい離れてますけど、今でもそしていつまでもヒーラーボのことは大好きです。 Still and always will。
スタッフの再現という曲でした。先日ね、私48という年になりまして、だんだんこういう曲をするのがしんどくなってくるかなと言うんですけど、今日石本さんの店でローリングストーンズがね、70超えてもああやって頑張ってる姿を見て、まだまだ、ね、飛んで跳ねて頑張らなあかんなと、かくいう私は先日アキレス腱を切ったのであんまり飛んだり跳ねたりできないなとか思いながら、ね、これ結構しんどいね、みたいなね。はい、そしたらちょっと静かな曲で、飲み物の食事を楽しんでもらいながら聴いてください。これは、まあ、いつも、このコンサートに来れない人たちのことを思って聴いてねという曲なんですけど、まあ、実際には、ね、この歌を書いたタイという、タイ経営者という人が、自分の友人を亡くした時のことを歌った曲だそうです。ちょっとそれを感じながら聴いてください。Nobody told me.
This is a message and a calling.Heavier and heavier っていうのは、あの命が毎日だんだんこう重くなっていくっていうか、あの重く感じられていくんだよっていう、まあ、そんなメッセージみたいですね。感じてもらえましたでしょうか。はい、そしたらもう一回ちょっと祈りの一曲に戻って、今入ってきてもらったお客さんたちも行きたいので。次はあのナンシー・リーという女の人の名前なんですけど、これはヴィンテージ・ロゴのボーカリストのタイ・テイラーの、お母さんのことを歌った歌です、まあお父さんとお母さんが最初に知り合った時に、まあ、こういうというかもっとあの酒場ですけどね、酒場であのそのお母さんに声をかけて、でそれであの2人が知り合った、まあ、内容はたわいもない曲なんですけど聴いてください。ナンシー・リー。
これちょっとあのうちの第2 MC ジュンです。ジュンジュン、さっきからマイクが入ってない状態でして、すみません、地声で失礼します。皆さんこんばんは。元気ないな。こんにちは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 。いやー、来ましたね。いやー、いつも一緒に。マイク大丈夫でしょうか。来ないですね。普段は丹波市とか、丹波市からちょっと離れるんですけど、名古屋市とか。なんかその辺で活動することが多くて、なんでですか？で、まあちょっとその、まあ、丹波と名古屋の間にある三田市はなかなかこの立ち読めなかったところもあったんですけど、でもまあ、実はちょいちょいイベントで出させていただいたり、もしくは出ないくせに外に見に来て酒飲んでたりとかみたいな、まあ、そんな感じでですね、このヒーラーゴさんは実はとても馴染みのある箱でございまして、今日もこのなんともアットホームな、いい感じの箱は持ってますやらせていただいておりますが、皆さん飲んでありますか？飲んでくださいよ。いやー、美味しいお酒に、美味しい食事に、まあまあの音楽みたいな、こんなね、これ一般庶民にとっては、週末ちゃいますか、ね、はい、それながら、マイク回復したらいいなと思ってますけど、まあまあ、なかなか、まあ、こんなこともね、ありながら。今実はこれマイク調整って曲をお送りしてるんですか？さあ、皆さん、アキレス腱大丈夫でしょうか？伸ばしといて、こんにちは、こんにちは、こんにちは、はい、こんにちは、もう、いいでしょうか？どうしましょう、どうしましょう、入りましたね。おめでとうございます。あ、すみません。マイク入ったら僕の仕事終わりみたいなのがありますけど。あ、そうですか。ここからはですね、アキレス腱、あ、違います。丹上健一先生がですね、ギターを持ちまして、ここからはちょっとオリジナルの曲をですね、やって皆さんにちょっとご機嫌を取ろうかなと思っております。普段はボルテージトレブルって、まあ、これ完全にパクリなんですけど、というかまあコメディパクリなんですけど、ヴィンテージトラブルというアメリカの、これはれっきとしたバンドですよ。プロのバンドの、コピーをやっております。で、まあ、それが基本なんですけども、合間にですね、このオリジナル的な曲をですね、少しやることで、あ、オリジナルですね、敵じゃない、オリジナルをやることでですね、ちょっと皆さんに、アピール、違いますか、箸休めですか、やっぱり箸休めをしていただこうということで、まあ普段だいたいオリジナルのレパートリーは8000曲ぐらいあるんですよ、今日はその中からまあ3曲選びに選んだ、ベストオブベストと言っても過言ではない。それぐらいつけてきた。いいっすか。すいません。さっきから僕はベースのネックバカになるぐらい汗かいてますんで。はい。そしたら実はこの後ろに座ってる常地君と僕は高校時代一緒にバンドをやってまして、でそれがね28年ぶりになぜか再会して。なんていうバンドやったんですか。ヘルレイザーやね。ヘルゲイザー、ヘルレイザー、ヘルレイザー、怖すぎじゃないですか。怖い、怖い、怖い、地獄の光線じゃないですか。違う違う違う、地獄のね、カミソリっていう名前。あ、レイザー、レイザー、あ、なるほど、失礼こきました。まあ、その頃ね、こんな思いを持って、はい、こんな感じの曲をやってたというのをまず聞いてもらいましょうか。なるほど、ね、今ちょっと歌詞とか変えて、日本語の曲にしてますけど、聞いてください。We wanna rock.
では引き続きそんな若い頃の思いを空っていう曲です。
いやーこんばんは。いや僕はまあ48にはなってないんですけど、それでもやっぱりこうねえ、なんかロックとか言ってていいんかなとかちょっとふと思う時あるんですけど、いや逆なんですよね。年取ったからなんかロックせなあかんで、若いやつがやるの普通やんとか思い始めて、やっぱ年取ってきてからのこのロック魂見せられたらええな思ってたら、まあまあ生き上がってきたっていうこのね現実がありますけど、生きがってきたのもあるんですけど生きが上がってきましたね、それ以上に。はい、もう外はすっかり暗くなりましたよ。ねえ、トワイライトゾーンじゃないですかこれ。トワイライトゾーン。いや、わかんないです。真夜中みたいな。実はちょっと今シンデレラにかけてたんですよ。あ。どうですか。こんなんいらないですね。すみません。ちょっと早いから。ありがとうございます。いや、飲むんでですね、芋焼酎ですよね。違うんです。はい、いやでもほんまにね、アキレス腱切ったから言うんじゃないんですけど、いや元気に音楽できるって幸せやなという話はね、そう思いませんですよね。ねえ、なんかこうアホみたいな顔して音楽やってますけど、なんかそれはね全然こう当たり前のことじゃなくて、この夜もスペシャルな瞬間やっていうね、こんなんいらないですよね、すみません。いや、今ね、言いたいことわかる、言いたいことわかるよ。わかりました。今からやる曲はね、うん、こんな、我々幸せだもんね、こんな夜飲みながら音楽ができてて、でも世界のね、いろんなところにはこうやってね、のどこの時間を過ごせない人もいるじゃない。あ、そりゃそうです。難民になってる人たちとかね。だから決して、今の状態がいいわけじゃないんだよと。そうですね。そういう意味を込めて次の曲は、はい、Not All Right By Me。 はい、it's not alright by me.
ちなみに僕は高校で教えてるんですけど、あのこの中に僕はあの高校の時に教えた人たちとか、ね、今一緒に教えてる人とか、春もそうですけど一緒に教えてる人とか、あの特にね、あの音楽をやってて高校時代、まあ、僕らはその、今30年後にまたこうやって一緒に音楽やってるんですけど、ね、高校の時はプロ目指してやってる人もいると思うし、今学生になって、もう一度ステージに立ちたいなとか、思ってる人も数多いと思うんです。でそんな 人たちに、まあ、僕はいつもそのこうやってコンサートの時に言うのは、まあ、その夢をずっと捨てないでね、持ち続けていれば、たとえプロになれなくても、武道館でライブできなくても、まあ、こうやって素敵なステージを持つことができるんだ。だから夢を信じて、ベタードゥイット。
を渡すの早いね。そうですね。ボートしてたよ。いや、すいません。気に入ってました。ここは戦場でした。忘れてました。いよいよ最後の曲になる。いや、そうですよ。もうあれ、ちょっと待って。今、最後の曲って言ったら、的な。そうそう。もう一回、もう一回、もう一回言いましょう。早いだろ。誰や。早いよ、まだ。今、誰が早かった。もう一回、もう一回。最後の曲になりました。それそれ。そうなぁ。まあいいか。あの、最後の曲ぐらいはなんかこう、みんなで盛り上がって終わりたいなと。あ、そうですね。次の曲はね、ほんまにこれも、歌詞にあんま意味ないんですよ。とにかく踊りまくろう。意味ないんですか。意味ないよ。おぉ。あの、ペルビスプッシャーっていうのはね、骨盤をこう動かす人みたいな。だから、とにかく腰振って踊れみたいな、そんな曲らしい。なるほど。なので、全然意味ない。腰痛めたら知らん。あ、やばいですね。そうそう、ほどほどに動かしてほしいっていう。そう、そういうことです。じゃあ行きましょうか。はい、カーブスペシャル。したかったんですよね。したかった。はい、アンコール。
アンコール。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと休憩。いやこれ足元にセットリストっていうそのどの順番でどの曲やるとか書いてあるんですよ。でそこにもうちゃんとアンコールって書いてあるんですよ。こんなできるやつあります？ないよ。いやね、あのつい先日、はい、松坂っていうところにね、友達と一緒にライブしに行ったんですね、はい、そしたらもうアンコールなんか考えてなくて、あれは全く想定外でしたね。ほんでアンコールってされて「いや曲ないねん」とか言って、うん、でね、取ってつけたり、じゃあスタンドバイミーやろうかとか言って、そうなんですよね、いやちょっとこの場にふさわしくないとか言って、そうそう、結局アンコール用意してなかったんで、そうなんですよ、もうどっちらけて、うん、カウントスランプ2人ぼっちやってとか言われたんですけど知らないですよね。知らないですよね。窓か広し知らないですよね。いやなんでね、今日は、ね、今日はね、だからね、はい、そんなこともあろうかと、ね、でも最初から聴いてる人にとってはね、うん、またこの曲かと、うん、多分ちょっと違いますね。なるほど。いつもの勢いでこの曲をさせてもらいます。これ本当に最後の曲です。ボルテージトラブルっていうのはこれはほんまにパクリというかパロディーですけど、ほんまにヴィンテージトラブル、うんうん、ヴィンテージトラブルっていう曲、バンドの代表曲が、この曲ですね。皆さん最後もう一度乗ってください。しんどい曲が続きますが、ブルースハンメイダウン、最後の曲です。ありがとうございました。